60里越街道は標高700から900メートルあたりをうねうねと続く昔の道なんです。しばらくは上りで汗かいたんですが、西川と鶴岡の境界が最高地点、あとはおおむね下りでした。この下りは涼しくて気持ちがいい。時々小雨が来るんですけども、まあ大したことはない。下に見える月山花笠ラインのトンネル出口を見ると、トンネルドーム歩道なさそうだし、この60里越を選んで正解でした。国道に合流したところに月山ガムでできた月山旭湖がありました。西川側の月山湖と比べると静かな湖です。さらに下って道の駅月山で一休み、ブラックサンダー一家の柿の種サンダーってのを発見。味の方はね、って感じでした。やがて道はほぼ平坦になったんですけど、やけに会場に自転車が進むんです。はてどうしたのかなと思ったら、なんと追い風です。追い風最高。道路脇のね、産直市場の農家食堂に入ると感激の一品バイキング。あれこれ選んで550円、安いしうまいし栄養いっぱい。だんだんその姿が大きくなってくる鳥海山を見ながら、鳥海山麓の西山キャンプ場まで進みました。西山キャンプ場ね、たくさんテント張ってあります。海水浴場や温泉が近くにあるんで、まあロケーションがいいんでしょうね。ここをベースキャンプとして明日から鳥海山のチャレンジです。